最近毎日レッスンしてるけど、はい、押せてますか？押せてないね。押せてない。うん。押せてない。押せてない。押せてない。こんだけ動画で言って、うん、あんだけ押してくださいって言って、うん、押せてない。毎回言ってるよね。毎回。もう押してしか最近言ってないね。うん。レッスンで言わないことがない。ああ、全員押せてないんだ。押せてない。押してんだけど、うん、押せないボールの位置だったり、うん、押せないボールの距離だったり、うん、そもそも押してるに入らない強さ、うん、この3つ。一番多いのは、うん、やっぱりそもそも押せてるに入らない強さが多いんだけど、うん、昨日の方はね、うん、押せない位置だった。ボールの位置がね、はい、うん。それで押せる位置にボールを移動したの。うん、そしたら、初めてお客様に言われた。なんで？こんな球打ったことないって。毎回でしょ。毎回。ちなみに、うん、本当に叩こうとして叩く気はあって、叩けてるんだけど、うんうん、叩いたうちに入らないっていう方がもうほとんどなの。それをそのまんま叩いたのを 100% ボールに伝えられる位置にしただけなの、本当に。そう、そうしたら、叩いた分いい球が出るようになったっていう、人が多いのね、うんうん、それぐらいボールの位置が違ってる。だってさ、動画を見てさ、レッスン来てくれてるでしょ、うん、こんだけさ、押せ押せってさ、うん、ずっと言ってんだもんさ、さすがに押す意識はあんの？あるよ、押してますって言ってたもん。いつも動画で言ってるから、うん、昨日ね、江戸川区から来てくださった方は、うんうん、もうゴルフ人生かけてきたって最初に言ってくれたの。どういうこと？だからもう何も見ません。ワンナップしか見ません。え？で、もう、その、教わることはワンナップが最後にしますって言って、すべて俺にかけさせてくれたの。え、今までいろんなところで習ってきたの？じゃあ。習ったかどうかは聞かなかったけど、いろいろ YouTube で、いろいろやったって。見たんで、戻れなくなっちゃった。俺がね、動画で、220がね、240、250になりましたと、うん。いつも嘘ついてるね。じゃ言い方もそうだし、そう。いや、嘘ではない。ない。そう。それを、自分で体感できて、うん、こんなことを言ってるんですねって言ってた。その方も伸びたの。やっぱりじゃあ信じらんないんだ、動画で見てる。そう。20ヤードだよ。20ヤードなんてやつ、絶対信じらんないから。220が240になる、ね。そう、うん。そう。その方230が250になったから。このことなんですねって感じなんだ。そう。めっちゃ気持ちいいっつったの。やっぱ信じらんないんだよね。うん。とにかくドライバーの音と、ボールのスピードと、スイングスピードが明らかに違うから。うん、あのね、5ヤード、10ヤードって自分じゃわかんないの、うん。あんまり違いないから。おう、うん。要は無駄を省くだけだからね。うん、だけど、20ヤードって、そんなもんじゃないの。スピードも何もかも上がってないと20ヤードと伸びないのね。あ、もう分かるんだ。分かる。明らかに。うん。じゃあさ、一個言っていい？いいよ。絶対来た方がいいじゃん、ワンナップ。予約が取れるんだったら、絶対来た方がいい。そうだよね、それが体感できたら、そう。感動して帰るってこと？そう。したらさ、自分の感覚になるわけじゃん、初めて。あ、じゃあやっぱ動画じゃ伝わんないんだね。分かんない、分かんない。今日の女性の方もそうなの。叩いてますって。その、人、アッパーミーティングも来てくださったから。もう相当ナッパーですよ。そう。じゃあもう押せてるでしょ。ミーティング来るぐらいなんだから。違うの。押せてる度合いの強さを、お肉で感じてないでしょ。うん、お口で言ってるだけでしょ。自分の身を削ってさ、うん、体で体感してないから、わかんないわけよ、うん。これぐらい押してくださいねっていう力で押してもらうと、大体みんなプルプルするから。こうやって。ああ、はいはいはい、うん。それでいいですよって。でも大人の人がね、全力で振った力に対しての追いかけっこだから、うん、ゼロですよ、ほぼ。うんうんうん、うん。だから、押してないと、ゼロすらもキープできない。マイナスになっちゃう。マイナスになっちゃう。うん、そう。だから、同じスピードで動かなきゃいけない。それをやっていただいた。でやりすぎはないっつったの。やっぱり今日の女性の方も、昨日の男性の方も、うん、やっぱりね、押し切れた時の球って、もう別格だから。違う。全然もう、俺もうね、自分で感動しちゃうから。その球見て。
いや、本当にいい線してるから。もうね、ここが違う。ここが。なるんだ。うん。だいたいこうだ。ああ、うん、そう。フォロースルーのね、うん、もうポスチャーが、ね、全然違う。そう。あ、やっぱ押し切れたら体からどんどんクラブがね遠くなってフォローがでかくなるわけ、うん、やっぱ格好が全然違うし球の伸びが全然違う。うーん、でもそれって本当にこの動画ですら伝わんないから、そんだけ言ってもあ多分どんだけ言っても伝わんない。動画じゃ伝わんないんだ。伝わんない。体感してもらわないと。そう、自分の押される圧で感じないとわからない。それだけ変わるんだから、やっぱもう一回言っていい？うん、絶対来た方がいいじゃん。絶対来た方がいい。本当にお時間作ってても、うん、本当お願いします、うん、体感してくださいっていう。そうだね。猪木のビンタっていくらだっけ一発、うん、あ、わかんない。なんかあるよ、ね、何万とかでしょ。あるよね。あのその推し感、うん、体感イベントやろう、うん、そうだね。一人いくら。10万ドルそうだね、うん、すぐ元取れるから。そうでしょ。そう、いくらだっていいのよ。そうだよね。あ、だってナイスショット出るから。そうだよね。ああ、ナイスショットにいくら出せますか。そうそう、それぐらい。そうそう、いうこと。めっちゃ重要。何買おうかな俺。早い早い。ほんと昨日のその男性の方はね、うん、アイアンもそうだし、うん、ドライバーもそうなんだけど、本当に推し、うん、要はボールにちょっと近くて、うん、押せる距離にして、うん、押してもらったら、うん、本当に本当に違う。え、じゃあその最初にも言ってくれたけど、うん、押せない理由言ってくれたけど、うんうんうん、タッパーの皆さんはこう押そうと思ってレッスンに来てくれてるけど、やっぱ押せてないんだから、うん、あれか、原因を解決してあげる動画にしよう。じゃあ OK。 平井博明のワンナップゴルフ。そもそも、うん、そのレッスンに来た方関係なく、うんうん、通常のボールポジション、うん、でここよりも近かったら、うん、押すって引かないよね。引かないね。そのボールを押すってさ、伸ばすのがほとんどだと思うのよ。で伸ばしに行った時にもちろん遠くなるよね、うん、だから近くに置いてあったら押せないんだよね。ああ、うん、これ多分近くにあるボールを押しに行ったら、うん、アッパーナーの方ならわかるけど、ダフるんだよね。ああ、うん、ここで引かなきゃ当たんないのを伸ばしに行ったらダフるわけ。そうだね。あ、そりゃそうだ。そうで真ん中の位置だとノーマルよ、うん、何もしない、うん、で遠くだと伸ばしに行くじゃない、うん、伸ばしに行くイコール押せるわけよ。あ、こうやって。そうだから今このボールを打ったけど、うん、真ん中とこのボールの間、ここ、うん、ここが正解のポジションなのね。このポジション、このポジションに押しに行ってあげる。こうやって、そうすると押しに行けてラインが出せるの。この距離に置いたの。ただこの距離は言ったところでレッスンに来なきゃ分かんない。その人に。そう。そう。だから詳しく言わないんだけど今。まあそう。そう。だから手のポジション、身長とかいろいろ関係してくるから、うん。うん。使ってるクラブもそう。そう。だからそういうのがこう詳しく見ないと分かんないから、コメントでも答えられない。ああ、そうだね。うん。だからそこは重要になってくるんだけど、別にもったいぶってるわけでもなくて、そうで、その位置に対して今度は遠い位置に普通の綺麗なスイングするよ、うん、届かないんだよね。ああ、そうだね。あ、遠かったら伸ばしていかなきゃダメじゃん、うん、そう、その関係性だよね、うん、遠すぎるとダメってこと。そう、遠すぎるとダメだし、遠くにちょっとでも遠くに置いたんだったら、うん、打ちに行かなきゃ当たんない、うん、こうグッて伸びない、うん、言っても、うん、ショットって、うん、こうやって入るって言われてるけど、うん、イメージもあって、うん、俺はこうやって入れるイメージで打つの。要は余計遠回りさせて、
じゃないとフェースに乗らないからね、うんうん、ボールを手のひらに乗せるときもこうやってやるじゃん、うん、やるやる。だからその動作をこうやって入れたいわけよ、アイアンヘッドでね。こうやってやったら逃げるじゃない。そうだね、うん、だからそれをやりたくないから、ボールよりも遠くに遠くにっていうイメージだから、遠い方がイメージが出る、プラス押した時に伸びるから余計遠い球を打ちやすい。それをそのボールの位置を変えてあげなきゃいけない。だからボールの位置に1センチずらすのが大事なんだ。大事。だから1センチで返すんだ。どっから来ても。アメリカから来ても1センチしか。で、なんとかゴルフは繋がっちゃうから。そう。場所関係ないから。来る場所関係ないから。そう。そりゃそう。うん。だから、ずらすんだね、うん。ずらす。ずらさなきゃいけないからね。そっか、じゃあ動かすだけでいろんないいことがあるんだ。ある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 。逆を言えば、振らないんだったら、例えば、こういうショットを打ちたいんだったら遠くちゃダメでしょって話になるじゃない？あ、届かない。届かない。そう。だから、ヤーデージに対してのボールの位置だから、だから、飛ばすんでしょ、振るんでしょってなった時のことをだけを今話してるわけじゃない？押せてるかどうかだから。だから、そういう時は、振るクラブだよねってもちろん。ってなってくるから、やっぱり遠い方、遠いところに置いてくださいってなるだけで、で、コントロールしたいんだったら遠くにね、伸ばす必要がないから、うん、遠くにする必要がないよね。回転だけでもするんだったら。そうなんだ。そう。だからそういう使い分けをしなきゃいけない。え、じゃあ、その間の距離を打ちたいとき、うん、っていうのは、うん、押さないの？押す度合いがちっちゃくなるからね。あ、やっぱりそうなんだ。ああ、バックスイングの大きさいくつ、うんうん、インパクトの強さいくつっていう調整をしてるのね。だから結局は、人差し指の圧ってことでしょ？そう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 。押し圧をいくつにしてるか。っていう話だよ。そう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 。前もね、やったもんね、動画でね。YouTube でやったんだけど。どっちだったっけね。今のもね、ちょっとサロン級になっちゃうけど。いや、違う。研さん動画だ。でしょ？サロンだ。そうでしょ？けどだから、圧でしょ？圧。圧。そう。言っちゃってるけど、まあ、圧。そう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 。そっか。結局は圧の調整だから、うん、押し感を少し読めることによって、その圧をちょっと小さくして距離を調整してる、うん。そうそう、変える。なるほどね。うん。それができてくると、じゃあこのショットはボールの距離はこれだね、この距離だねってなってくるのね。でもそれは本当にもうたくさん打ちまくった経験で、うんうんうん、指に来る圧と、うん、自分とのボールとの距離が分かってくるから、うん、自分の打ちたいヤードっていうのも調整できる、うん、そう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 、めちゃくちゃすごい。で、昨日の方なんかやっぱりめっちゃくちゃ球打ってんのね。あ、そうなんだ。もうめちゃくちゃ球打ってるなんか見りゃ分かるから。あ、そうなの。あ、この人どれぐらい打ってんだろうなって分かるから。あ、そうなんだ。それはうまくいってなくても。そう、多分あのギターがもたつくのと一緒で、うん、あ、この人いつも弾いてんだなとか、あ、この人3年ぶりだなとか、あのもたつき具合でわかるでしょ、うん、なんとなく、それはもうどんなことだってそうじゃない、うんうん、要は手についてない、うんうん、そういうものってプロが見たらわかるから、絶対プロの人なんてめちゃくちゃ球打ってんのよ。わかるんだ。クラブが操作できてるからね。もう自分のこうテリトリー内にクラブが全部あるから。そっから外れるんだから、ボール打ってるのが少ない人って、うんうん、だから暴れんのね、うん、ちゃんと自分の中でこうやってコントロールできてるわけよ、うん、そういうところも見なきゃいけないし、うんうん、だからそれができてる人だから、うん、ボールの距離とその押し感を変えて、うんうんうん、めちゃくちゃ飛距離が伸びたっていう、そういうのがレッスンとして成立するんだけど、もともとそういう土台があったんだね。そう、土台がある。ちょっとだけスパイスを加えてあげたらできちゃうわけだ、売ってるから、うんうん、今日の女性の方もそうで、すごい長いブランクがある女性の方だったの。もともと10年近くゴルフやってて、うん、で、まあ、そこからしばらくゴルフをやらないで、うん、また最近ゴルフを始められて、うん、で、この方すごく物事の考え方整理がすごく上手な方で、新たに始めたのに昔のことを持ってくる人いないよねって、うん、それ意味ないよねっていう方なのね、うん、だから動きも考えも一旦ゼロにしてレッスンに来ていただいたの。だから取り入れることが全部入れられる方なのね、はいはいはい、もうカラカラだから頭が、え、うん、で本当に言ったことだけ忠実にやっていただいて、最初右しか行ってなかったのに
そのだん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 球が捕まるようになってきて、球を捕まえられるようになってきたのね。それって結局ボールポジションとフェースアングルと押し圧ね、それを調整してボールをまっすぐ飛ばせるようになってきたのね。そういう、なんだろう、考え方がちょっとでもやっぱずれてたりすると上達はできないから、それをね、すごくちゃんと分かってらっしゃる方、これちょっとカットしてもらってもいいんだけど、その方がよく思うのが、こうやってやれって言われてやってるんですけどの、その質問が全く意味わかんないっていう人。どういうこと？だから、自分で要は、自分の意思じゃないよ、やれって言われたからやってるっていう前置きをなんで言うんだろうって、みんな。だから、自分のせいじゃないよって言いたいだろうし、やれって言われたからやってるから俺悪くないよって言いたい、そういうのもあるんじゃないですかって言ったんだけど、だそういうのって捨てきれてないですよねって。やんなきゃいいよね。そう、やんなきゃ、そう、そうなの。そうなの。そうやって言うんだったら。そういうのがちゃんとわかる。あ、なるほど、ね。あとね、ここ押すかここ押すかね。はい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 。これやったっけ、なんか違ってやったっけ、やってないかな。やってないかな。ここ押すとめちゃくちゃヘッド軽くなるし、ここ押せなかったらヘッド重くならない。はいはい。同じ重量なんだけどね。そう、だいたいここ押すと、こうやって出る。そうだよね。それだとヘッド押せてない、ね。そうするとこう、ヘッドって軽い、ここ押そうとすると、ここまんまだから重くなる。それ手元から、後ろからこうやって押せるから。そう。それでちゃんと打てるかどうか。こうやるとね、理論自慢がね、いや、インパクトは、こうやって遅れてきて、それに対してインパクトでこうやってなるとかって言うんだけど、それは基本の次だからね。だから俺は別にそれ求めてない。他で言って。そうだね。うちじゃないから。そうだ。そう。基本を知りたいっていう人に向けて言ってるじゃない？ね。そう。だからそういうのもあって、ちゃんと自分が軸になって、その周りをクラブがこうやって動いてる動きをまずやってみましょうかって、そう。だから今日の方に言ったんだけど、まずフルスイングをして、次にフルスイングのスロー、これが両方同じラインに飛ばなかったらスイングって完成してませんよってことだな。どっちか当たるスイングっていうのは完成してない。偽物です。フルスイングでもスローのスイングでも、両方フルスイングの度合い、大きさで振って、両方のスピードで当たんなかったらダメだから。それは完成してないから、そのチェックも練習場でぜひやってみてください。今回はですね、ちょっと推しについて、トール君から質問もらって、動画を撮っていきました。で、やっぱり動画だとどれくらい押してるかっていう強さが伝わらないんですよ。なんで一般男性がこの向きで押してくれって言ったら NS950 は折れますからね。ここで折ったんでしょ。折っちゃったね。それぐらい強く押してみてください。試しに空中だったら折れませんので、そう、そういう、どれぐらい強いかって言ったら、それぐらい強いですよっていう感じなんで、でも、ご自身がそれぐらい押してるってことは、それぐらいのスピードで振ってるんで、同じスピードなんで強くはないです。はい。なんで、その意識で押してみてください。はい。気に入っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。